今回は受験生だったり、あと保護者の方からよくいただいている2つの質問に答えていこうと思います。で、まず本編の方では、受験生になったけど、実際何から始めたらいいんですかっていう相談です。で、最後、後半のね、いつも私が思いを喋らせてもらっているところでは、塾には行った方がいいんですかっていう相談に答えていこうと思いますので、ぜひね、最後までお付き合いください。改めましてどうも、愛知です。さあ、まずは受験生になったけど何からやったらいいんですかっていうところからね、答えていこうと思うんですけど、でもこれを答える前にですね、みんな自身にも考えてほしいことがあって、それがみんなはどれくらい目指してるんですか、レベルを。それは志望校だったり、その定期テストの得点、何点を取るっていうところでも構わないので、今の自分の現状があるじゃん、現状と目指してるところがやっぱりはっきりしてた方が、より今みんな自身がやるべきことがはっきりしやすいです。とは言っても志望校決まってない方もいますよね。なので志望校まず一旦置いといてもいいです。ただ少なくとも今自分のレベルが基礎固めが必要なレベルなのか、それともちょっとね高いところ目指してる方とかには多いと思うんですが、応用力、発展力、こっちをつけたいんだって、どっち、これがどっちかっていうところだけちゃんと分かってれば、この後の動画も大丈夫です。というのも、基礎固めの方と応用力をつけたい方って、まあやるべきものが違いますよね。まあそりゃそうだっていう話なんだけど、まず基礎固めをしたい。今までさ、まあ1年生2年生で勉強した内容で、まあちょっとね不安なところがあったりとか、忘れちゃってるかもなんて思う方はですね、ひとまず学校のワークあるじゃないですか、あれをやっていきましょう。これさ、塾講師やってる時もよく言われたんだけど、え、学校のワークなんかで受験勉強できるんすかって言われるんだよ。できるよ。いや、めちゃめちゃ良質な教材だから。だって教科書準拠って言って、教科書、みんなが使ってる教科書に合わせたワークになってんだよ。つまり教科書を勉強しながら、その教科書の内容を定着してるかっていう確認をするためには、もうめちゃくちゃいい相棒なのね。で、教科書をしっかりできるようになってたら、ある程度取れるんだぞ。取れるんだからね、いいんだよ。教科書がベースなんだから、受験勉強は。まずだから学校のワークがちゃんとまだ手元にある方、もちろん1年生2年生の捨てちゃった方はちょっとね、また別の話するけど、でも取ってある方はぜひそれを持ってきて、そこの内容をやっていく。で、全部やったら時間なんてないから、まず問題を目でチェックして、すぐね、こう思い解き方とか、その答えが思いつくものはもういいんだよ、書かなくていいから。でも、あ、やべ、忘れてるっていうとこだけなんかね、付箋とかつけてチェックをつけて、そこを1問ずつできるようにしていく。それだけでまずスタートとしては完璧だから、そうやって基礎固めをしていく。たださ、ワークを捨てちゃった方とか、あとね、学校のワークは一個大きな難点があって、それが書き込んじゃってんだよね。いや、みんなが悪いわけじゃないよ、こうやって学校で提出あるじゃん、書き込まなきゃじゃんか。で、書き込んであるとさ、やっぱり例えば数学のワークとかパッて見た時に、その下のさ、書いてある部分に目が行くじゃん、問題より。だからちょっと一瞬ヒントがある状態で解いちゃってんだよ。一瞬でもヒントをゲットして、あ、解き方思いつく、これはね、怪しい、これは不安があった方がいい。だからそうなってる方は、これは書店に行って問題集を買ってきましょう。で、その時におすすめの問題集が、さっきもね言葉出しましたが、教科書準拠ってやつです。これは教科書になぞらえたワークってのあるんですよ。書店でチェックしてみてください。教科書準拠って書いてあるから、まずこれを買ってきて、これが学校のワーク代わりになるから、教科書とセットでやっていく。まずはこっからでいいです。で、あれもこれもワークをってやらなくていい。まずはその教科書準拠になぞらえたもの、特に自分が不安な単元だったり、あの期末取れなかったわって思う単元から一つずつ固めていく。ね、3年生の勉強頑張んなきゃいけないんじゃないのって思うでしょ。確かに3年生の内容も受験に出るよ。でも1年生と2年生の内容から60%ぐらいは出るんだぞ。つまりもうみんなは受験で出てくる問題の 60% ぐらいは解けるようになってるはずなの。しかも基礎問題も出るから。だからしっかり今までやってきたものの基礎固めを、教科書準拠のワーク、もしくは学校のワークと教科書をセットでやっていく。で、一問一問できる問題を増やしていくって。で、筋肉として一日勉強するじゃん。した時に、よし、今日はこれができるようになったっていうのを夜寝る前に思い出して確認して、前に進めてるんだっていう感覚を覚えながら毎日やってみてください。それでスタートは十分だから。で、次に応用とか発展力をつけたいと思っている方は、まずね、その応用力を身につけるための問題集が必要です。
これね、やっぱり学校のワークだけだと応用もあるんだけど問題演習量としては足らないので、まあ、塾に行ってる方は塾のねワークということもいいんですけど、塾に行ってない方とかは書店に行って問題書を買ってきてください。で、どの問題集がいいんですかって言われるんですけど、私は基本的に書店で売ってる問題集にダメな問題集はないと思ってます。で、問題集ってさ、みんなもね本屋さん行った時に分かると思うんだけど、絶対中見れるんですよ。こうさ、テープがついてあって中見れませんとかないでしょ。だから必ずアマゾンではなくて書店に行って中を見る。なんか表紙とかでさ、応用力つけたいあなたへとか書いてあるから、あ、これ応用か、見てみようって見てみて、で、あ、これちょっとやりやすそうだなって、自分の相棒に合ってるなって思うもの、必ず目で見て相棒を決めてきてください。で、それは問題ページもぜひチェックしてほしいんだけど、一番は解説です。応用問題って当然難しい問題なので、つまずきやすいよね。つまずきやすいところで何が一番大事って、解説だから。解説見た時に、あ、この解説分かりやすいって自分に思えるものじゃないと解説読んでも身につかないじゃん、意味ないじゃん。だから問題ページもそうなんだけど、解説の部分をしっかり見て、あ、これは相棒にしてと思うものを見つけて、でそれをやっていく。で、何度も言うけど、どんな本でも絶対力はつくから、だから自分で見つけて相棒を決めることが大事。まずそこからいきましょう。ちなみに基礎固めができている方が多いかと思うんですが、2年分の基礎がどこも抜けてないっていうことは意外とないです。案外こう振り返ってみると、やっぱ基礎忘れてんじゃんとかってとこが起こってくるので、さっきね基礎固めの話をねしましたけど、みんなもこうね1年生のワークとか残ってたら、ちょっとパラパラって見てごらん。見て、あれなんだけど解き方とか、やべこの答えなんだっけって思うところがあったら、それも確認していく。で、そこはもう時間によっては応用問題をねつける方、力をつける方に時間を使ってほしいので、時間は割かなくて構わないんだけども、ちょっとパラ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 って見て、問題を解こうじゃなくて、パラパラパラって見て、あ、穴がないかな、 OK、 このページ OK、 このページ OK っていう基礎の確認も同時並行でやっていくと、さらにこう伸びやすくなっていくんで、まずそこからやっていきましょう。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。ではこのパートでは、塾には行った方がいいんですかという相談に答えていきます。で、結論から言うと、どちらでもいいですと思ってます。はい。ちなみに私は元塾講師をやってました。個別指導塾で、まあ、塾長をやっていたんですけども、その人間からしてもそう思ってます。どちらでもいいと。っていうのはですね、まず大前提としてみんなに思っててほしい。特に今まで塾に行ったことがなくて初めて塾を考えている方、本人だったり親御さんにもぜひ覚えててほしいのが、塾に行ったら成績が上がる、もうちゃんと言おう、塾に行ったら必ず成績が上がるというのは幻でしかないです。なぜかっていうと、塾に行って授業を受けて成績が上がるんだったらみんな行きます。でも多分みんなもね、友達の話だったり親御さんも知り合いの話を聞いた時に、あそこの塾行っても成果上がらなかったのよなんていうのも聞いたことありますよね。でもそれは蓋を開けてみたら、その方は上がらなかったけど当然上がってる方もいます。あ、まあもちろん塾あまたあるので、いろんな先生がいるから、確かに私が見てこの塾はやめた方がいいですっていう塾もあるかもしれません。でもどんな塾に行っても成績は必ず上がるわけではないんですが、上がる可能性はみんなが持ってます。なぜかっていうと、塾はどう使うかだからです。通って授業を受けてよっしゃーじゃないんです。そこで例えば先生方にまあ分かりやすい授業をしていただくっていうこともあるんですが、このペースの管理だったり、その子の特徴でこの子はここが抜けてるから実はこっから復習しないとこうね定着がしないんですって穴をちゃんと見つけてくれたり、そういったナビゲーションというか舵取りをしてくれるんですね。そういった意味でもすごく役に立ちます、塾に関しては。あと情報も持ってるんで。でも努力をするかは本人です。努力しなければ絶対に成績は上がらないです。これは当然ですよね。なのでその部分が分かった上で、でも例えば普段の勉強では不安だったりとか、どうしても自分一人だと自信が出てこない、でこう不安なこう吐け口がないって相談相手がいないなんていう時は、ぜひ塾を探してみるのがいいと思っています。ただ塾はですね、もちろん口コミだったりっていうのも大事ですよね。人から聞いた話も大事なんですが、A ちゃんがその塾の先生と会っていても、あなた自身が、皆さんのお子さんが会う方は会わない、それは決まってないですね。そういうわけではないです。だから必ず体験授業を受けてください。まあ多くの塾が無料体験授業っていうのをやってるかと思いますので、まずは体験してみる。そうで、そこで
そのお子さん、頑張るのは子供たちなので、子供たちがあ、ここで頑張りたいっていう、さっきの参考書を相棒にしたいと同じ感じです。この場所だったら自分をが努力できるし高められると思う場所であれば、お金を払って通うべきですだと思っています。なので絶対行かなきゃいけないっていうものではないんですけど、行くことによってプラス効果は、本人の努力によってはものすごいプラス効果が生まれます。実際私の塾にね、私が勤めた塾に入ってきてくれて、もう別人のように変わる子をたくさん見てきました。見てきたので、それは叶うとは思うんですけど、努力ありきっていうところだけはぜひ覚えててもらえたら嬉しいです。はいということで、本日もここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。ではでは、今日はまだお休みですけど、そしてね、この1週間ゴールデンウィーク始まりますからね、こっから先週の動画でも話しましたけど、めちゃくちゃ大事な1週間来ますから、ぜひね、今回話したことを参考にして、まずいきなりね、勉強時間0分だった人が2時間頑張るぜ、いやなかなかきつい、いやできるかもしれないけど、でもきついかもしれないから、いいんです、10分15分20分30分でいい、まずそっから行こう、まずそっから絶対この時間は集中するんだっていう時間を作って、リズムをぜひ作っていってください。みんながね、充実したゴールデンウィーク過ごせましたと思うことを心から願っております。では来週またお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。